室並びに ANA から搭乗時刻のご案内をいたします。大阪伊丹空港行き9時発アイベックスエアラインズ42便、 ANA 3142便の機内へのご案内は8時42分頃の予定です。新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として、機内通路での混雑、3密を避けるため事前整列並びに優先行動を一時中止しております。会員ステータス搭乗プラスにかかわらず、後方窓側席のお客様よりグループ順にご案内いたします。搭乗券に印字されたグループの案内があるまでお待ちください。搭乗の際は前方のお客様と適度な距離を保っていただきますようご協力をお願いいたします。またアイベックスエアラインズ並びに ANA ではご搭乗にあたり、マスクなどの着用と手の消毒をお願いしております。理由なくマスクなどをされないお客様についてはご搭乗をお断りする場合がございますので、搭乗前までに着用のご協力をお願いいたします。消毒液は改札機通過後に設置しておりますので、ご搭乗前にご利用ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また改札機通過の際に発行されるピンク色のご搭乗案内用紙はお客様ご自身でお受け取りいただきますようお願いいたします。改札機通過の際には保安検査場で達成した IC または二次元バーコードを改札機枠の中央にタッチし、改札機より発行されるピンク色のご搭乗案内用紙をお受け取りください。今日もアイベックスエアラインズ並びにスターライアンスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございます。アイベックスエアラインズ並びに ANA から事前改札サービスのご案内いたします。2歳以下の小さなお子様連れのお客様、妊娠中のお客様、お手伝いをご希望のお客様は2番搭乗口よりご搭乗ください。アイベックスエアラインズ並びに ANA から大阪行きご利用のお客様に分割搭乗のご案内をいたします。グループ1番後方窓側席のお客様、2番搭乗口よりご搭乗ください。大阪行きはグループ2番後方通路席のお客様をご案内いたします。2番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。大阪行きはグループ3番前方窓席のお客様をご案内いたします。2番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。大阪行きはグループ4番前方通路席のお客様並びに大阪行きご利用の皆様をご案内いたします。本日もアイベックスエアラインズ並びにスターアライアンスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございます。